リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。こんにちは。はい、ということで、今日は久しぶりにこのような形で、お話をしながら動画をね、撮っていこうかなと思います。はい、ちょっとね、ちょっと朝方なので、ちょっと喉の調子があんまりよろしくないんですけれども、よろしくお願いいたします。はい。最近ですね、チームのことを、ドラクエのチームですね、のことを、動画にしていることが多かったとは思うんですけれども、そちらの方でマイタウンというのをね、サブリーダーのロコさんの、メインでの力、他の方もね、何人かいらっしゃるんですけれども、メインはやはりロコさんが、力を注いでくださって、マイタウン権利書というものを手に入れて、私がそちらを譲渡していただいて、このようにマイタウンを作ったという状態になります。はい。なので、マイタウンのお庭だったりだとか、あとは、お家の中身というところをね、ハウジングを進めている状態になります。ひとまず今、庭が完成しましたので、そちらのお庭の紹介と、少しだけ内装を作り始めている、お家を少しだけご紹介できればなと思います。お家についてはまた内装をしっかりと進めて、そちらも、ご紹介できたらなと思います。はい、ということで、マイタウン少しずつ見ていきましょう。今、ちなみにいる場所はこちらになります。この辺か。この辺だね。この辺。今はこの辺の、海辺の近くにいます。はい。ではまず海の方から見ていきましょうか。近いんで。そして今ちょうど、夜が明けそうなところですね。あんまり夜が明けなさそうだったら、時間帯を変えようかななどと思っておりましたが、いい感じですね。はい。ではまずこちらから。プライベートビーチになっております。こんな感じですね。課金アイテムだったり、普通にバザーで手に入るもの、あと、一時期の、あれだね、海イベントのものを利用しております。で、ここでは、まあ、基本的に、海で遊んだり、っていう形で、写真を撮ったりっていう形で、チームの皆さんで、交流できる憩いの場と、していけたらなということで、ここには、取引商のトロピカさん、トロピカさんに関しては、名前適当ですけれども、服を水着に変えました。これはマイタウンコーデ券っていうのを、カジノのイベントで1枚だけ手に入るやつがあったので、そちらを使用させていただきました。で、水着にしております。こっちは預かり所の着替えさんですね。名前の通り、こっちの人は着替えるための水着をここで取り出していただければなと。で、水着持ってないよっていう人がこちらで取引所で買ったりだとか、あとは花火、遊びたいよっていう時に花火を買ったりだとかをできるようにしております。で、一応ね、シャワーがあって、スイカがあったり、かき氷機があったり、ヤシの木が生えてたり、砂があったりっていう形の、プライベートビーチになっております。ワープストーンの青でここに飛ぶことができます。これですね。では、歩いてちょっと見ていきましょうか。ま、次は、今こう上がってきたんで、その上を行きましょう。で、うちのタウンなんですけれども、あまり通らないところにこのようにモンスターの像を現在置いております。ここはマテサゴーラさんを置いております。こういう風にモンスターを探すのも楽しいかなと思いまして、とあるところにこう何人か設置しております。ここにはゾーマさんをね、ゾーマはあの本の特典ですね。ゾーマさんをここに置かせていただいております。ちなみにこの奥なんですけれども、すぐ見えるかな？あ、いましたね。あそこに竜王がいらっしゃいます。では、まずこのまま、右側の M サイズのお家に行きましょう。ここがね、一番紹介しやすいです。もう見てくれからわかりますね。私がもともと住んでたお家をリニューアルしてこちらに設置しました。
ちょっと畑に水やってないので水やっときましょう。まあ、ここを見ていただければわかる通り、ナイトメアビフォークリスマス×ネルゲルということで、ネルゲルと私のお城として、年中ハロウィン、アイラブネルゲルということで、そういうハロウィン城そのままここに置いております。で、一応入り口がね、ここのところの端のところと、あそこの入り口と、こっちの入り口ということで、門を設置して、木をちょっとまんべんなく設置して、ちょっと、なんか、ここを置けるものに欠けていたので、この、これなんて言ったらいいんだ?こいつはなんて言ったらいいんだ?なんて言ったらいいんだっけ?名前が出てこない。気球か。気球をね、これ気球かな?移動型気球だから合ってるのか。その気球を置いたりだとかね。こう、くるくるライトを置いたり。そしてちょっと、クリスマスっぽい感じでカラフルランタンもここに置いて、闇の領海の、植物を少し生やしてという状態です。で、ここ入ると、こういう音楽が流れるようになっております。で、ここは前とあんまり変わってないで、ここに畑があったんですけど、畑を変えて、こんな感じで、置いております。挨拶だけしておきましょう。こんな感じで木をね、生やしております。この奥の方は、もう、実はですね、庭具が200個置いてしまったので、置けないので、ちょっとすっからかんになっております。ちらっと家の中だけ見ていきましょうか。はい、家の中はこんな感じ。ほぼ変わってないですね。ここの、このシンプル切り替え土台っていうやつをちょっと開けて下に魚が見えるようにしたぐらいですね。恐竜だったりワニだったり、ワニいるね。あと、首長竜ね。とか、アンモナイトが見えるような感じになってます。あと、ナジーンが、ネルゲルの横に置いてある状態ですね。で、2階は前、ネルゲルさんと私の椅子とかが置いてあったんですけど、今は、ここはハウジングの途中ですね。ゆくゆくは私のこのコーデのものをここに置き、ショーケースのような形を取りたいなというところでございます。で、3階も、すごく前に紹介した時とほとんど変わってないですかね。ナイトメアビフォークリスマスでいうところの、ジャック・スケリントンがクリスマスの研究をしている風な、場所ですね。だから本を見ながら、こう、鎌で物を作ったり、で、クリスマスって何なんだろうっていう研究をしているようなお家をイメージしていただけるとわかるかと思います。もしわからない人は、ナイトメアビフォークリスマスを見てみてください。で、こちらに、こちらは家の中は天空のオルゴールが流れているという状態になっております。じゃあ一回ここから家にお出ていきましょう。そう、マイタウンがね、なかなか広くてですね、ご紹介するところがかなり多いんですよね。はい、そしてこんな感じで。大聖堂のね、オルゴールのやつが流れていて、でちなみにこちらですね、このまま奥に行ってもほとんど何もございません。こっちはちょっとね、あんまりないです。あ、大先生がいらっしゃいますね。スイートバッグ、踊る宝石ですね。うちのサブリーダーのロコさんがですね、踊る宝石が大好きなようなので、ご要望にお答えさせていただいて置かせていただきました。で、メインの家を見ていきたいんですけど、メインの家の前にもう一個の M サイズのお家へ飛んでいきましょう。ワープストーン、ワープクリスタルか。ワープクリスタルの青でいきます。青じゃない、赤でいきます。青は海。赤は、もう一個のお家。で、紫が
あちらのお家。そして、ワープストーン白がここのメインのお家。まあ、チーム集会以上ですね。私のお家としては一応、あのお家が私のお家になりますね。では赤で飛びましょう。はい、ということで、こちらのお家に飛んできました。飛んでくるとこんな感じで、入り口に入ります。この入り口を越えていくと、ドン！木のお家がありまして、うちのサブリーダー、しめちゃんですね。を、しめちゃんの要望に応えたと言ったらいいのかな？のようなお家です。彼女はね、ディズニーが好きなので、ディズニーランド風、某っていう前にディズニーランドって言ってしまいましたね。はい。ディズニーランド風のね、こう、きらびやかな、遊園地風なところになっております。こんな感じで観覧車が置かさっていたり、ハートのこういうね、オブジェクトが置いてあったりという形です。ちょっとね、メルヘンチックで、こう、きらびやかな感じになっております。で、彼女はね、サボテンダーが好きということで、ここにサボテンダーを配置してみました。で、入ると、こんな感じ。で、中はですね、1階は、そこそディズニーランドって、こう、なんて言うんですかね、いろんなオブジェクトが置いてあって、こう、飾ってあったりするじゃないですか。それをイメージしたような作りになっております。なので、こんな感じで、歴代の私が持ってた像を、ずらーっと、ごちゃごちゃごちゃっと今並んでる状態になってます。ただ、どうしようかなって悩んで、壁の置いてるやつはいらないんじゃないかなとか、置き方もちょっと、ごちゃついてるなっていうところがあるので、どうしようかなというところです。で、2階に上がると、2階に関してはミニーちゃんのお家みたいな感じをイメージした、作りになっております。ちょっとメルヘンチックな感じですね。ただごちゃついてるんで多分ハウジングは変えると思います。1階も多分変えると思います。ちょっとごちゃごちゃごちゃっとしすぎなのでね。ちょっとこうおしゃれに飾りたいところですね。まあ、多分置きすぎなんだと思います。なので、キャラクターも、そうですね。厳選して置いていきたいと思います。今、ごちゃっと置いてるんで。じゃあ、そのまま自分のメインのお家、メインというか、チームの集会場の方にね、向かいましょう。で、この辺が広場になってるので、ここはちょっと花見をできるような雰囲気になっております。あ、もう一個だけ紹介しておきましょうか。ここですね。ここを降ります。するとですね、ここに、エスタークが、いるんですね。そしてですね、こっちに洞窟があるんですよ。洞窟あるんですよ、マイタウン。の、この洞窟には、ダークドレアムが、こんな感じで、いらっしゃいます。こっち向きでいいのか、それとも、これこっち向きじゃなくてさ、やっぱこうじゃね？うん、こうな気がする。怖いね。そして、ちょっと歩いていく形になるんですけれども、あ、落ちちゃった。なんかたまーにコントローラーがね、おかしいんですよね。おそらく電力不足です。これこっち行ったらエスタックに行っちゃう。こっちだ。こっちの階段だ。そう、ここね、鬼ごっこができるぐらいもう本当に広くて迷子になりそうです。はい。ここにキングヒドラがいます。でですね、もう一個ご紹介する場所があるとすると、ここ、マイタウンの、このチーム集会所のね、野猿館の魔女のお家ですね。横行くと、
ブログだったり YouTube でのね、サムネイル用に背景が撮れる場所を3箇所設置しております。白で撮る場合もあれば、この緑で撮って背景抜く場合もあれば、私の好きな紫色でね、撮ったりっていうこともできるかなと思いまして置いております。ここはですね、大事なものじゃない、タウンの移動の緑で来れます。まあ、グリーンバックという意味の緑にしました。私なりの勝手な妄想でございます。はい、で白で戻ってくるとこのような形になっていて、ほら、ネルルさんが掃除してる。まず野苑家のお庭から見ていきましょう。ここはちょっとこうおしゃれな感じに、ちょっとこう高級住宅街的ななんかこう感じです。伝わるかな。でお家の中はですね、一応入りますが、オルゴールを設置したのとパイプオルガンを設置した以外に何もないです。もうすっごい広くてハウジングの違いはあるんですけれども、どういう形にしようかっていうのを悩んでまして、で庭の設置のね動画も上がってると思うんですけれども、一応概要欄に載せておきましょうか。概要欄ご覧ください。載せてはいるんですけれども、あの時も置いては変え置いては変えという形で、悩んでいたので、ハウジングに関しては出来上がってからこのような形でご紹介できればなと思っております。多分ね、設置してはすぐ変えて設置してはすぐ変えてっていう形でかなり悩むと思うんですよ私。で悩んだ挙句というか、これ動画としてやばいね、背中を映してるというね。はい、戻そう。悩んだ挙句、多分5時間、6時間、7時間、8時間ってすごく時間がかかって、出来上がると思うので、お家の中に関しては、出来上がったらご紹介していきたいと思います。あっちの、ね、テーマパーク風のところもね、変えたいですし。そしてでは、最後のお庭見ていきましょう。ここがチーム集会所で、多分一番使う場所なんじゃないですかね、皆さんが。チームの方々も。まずこっちが、ベッドが2つ。あと、あれね。プラネタリウムが置かさってて、上に星がキラキラキラっと流れてる状態にしております。で、ここに、お風呂です。ちょっと丸見えなのはあれだなと思って、ここにちょっと仕切りだけ。こっちからは見えるんですけれども、ちょっとこっちからは隠せるような状態にしております。ていうか、あれかな？この桜の木をさ、こっちじゃなくてこっちに置けば雰囲気出るんじゃないかしら？すごい細かい調整なんだけど。しかもちょっと隠れるでしょ？これいいんじゃない？しかも桜風呂にしてるしね。いいんじゃないかしら？そしてこちらが、ロコさんがですね、置いてほしいということでくれたものでございます。ベッドですね。まあ、ベッドを置いてくれれば、みたいな形だったんですけれども、ロコさんがよくここで寝てらっしゃいます。ロコさんのサブのキャラクターだったりだとかね。で、好きだというお話を聞いている、踊る宝石を置いたり、最近私たちのチームですごい活躍してくださっているちささんというね、ウェディの方がいるんですけれども、その方がクルッチが好きだというのを聞いたので、こういう形で置いてみました。で、ダストンは、しめちゃんですね。しめちゃんがダストンが大好きなので、ダストンを置いているという状態になります。はい、チームで活躍してくださってる方の要望はできる限り少しでも落とし込めるようにというふうにしております。私の中では。なので、なんか好きなモンスターとかいるチームのメンバーがいれば、そのチームのメンバーの好きなモンスターの置けるものであれば置きたいなというところでございます。置けないものもね、あるんで。あと、あまり目立ってないんですけど、細かいところのご説明だけさせてください。あちらにね、オルフェアの木が少しだけ生えております。ここにもね、実はこれオルフェアの木なんですけれども、下のところにもオルフェアの大きい木がね、
ビーチの近くに、あの大きい木ですね。あの桜とカラフルランタンの木の奥にある、ちょっと大きい、こういうタイプの木ね。こういう緑色の木があると思うんですけれども、それはオルフェアの、あの木でございます。その丸いのもオルフェアの木。そこの丸いのもオルフェアの木。少しだけね、こういう風に設置するだけで、雰囲気がね、あの木が生えてるのが雰囲気がこう伝わってきて、あそこにもオルフェアの木が一本生えてますね。そうなんです。オルフェアの木をね、少し生やすことによって、ちょっと景観がね、また雰囲気が変わるという。ここもね、木がない状態だと、なんかまっさらな感じになったので、ちょっと大きめな木を置きたかったなというところでございます。はい、ちょっと話がそれました。はい、では次こちら最後ですね。大事なところ。施設の方々がいるところになります。素材種屋のチャカちゃん。住宅所のゲンゲン。郵便局員のマツク。預かり所のシ君。取引所の海。シスター天使め。案内係リュウヤ。紹介人ノエル。そして新刊ジュンという形の9名がここにいらっしゃいます。名前の由来だったりというのは、よかったら名前2人ぐらいね、名前をピックアップして検索してみてください。するととある7人グループが出てくるかと思われます。その7人グループのうちの1名は、施設の方として、2人ここにいる状態になってます。ちなみに新刊のジュンさんに関してはですね、この人は、また違うグループの方です。顔を見ていただくと、もしかしたらこのジュンという名前と顔でもしかしたら分かってくれる人がいるかもしれないです。去年とても活躍されていて、ちょっと今年からそのチームが休止という状態になっている、かっこいいあの方でございます。はい。で、アトムの方々も結構ね、顔とか色とか寄せたりという形でイメージに合わせたような作りにしております。よかったら、コメント欄に、あれでしょって書いてくれると嬉しいです。名前の由来になった理由としては、まあチーム設立の時にね、リアルでもお知り合いなしめちゃんというね、仲良くさせていただいている方がいるんですけれども、その方に相談して名前どうしよっかっていう風な話をしたら、そのとあるグループにしたらっていう話になって、いやでもどうなのかな、って思いつつも、最終的にこうなりました。はい、私は私なりにこれは満足しております。すごいね、バランスもいい形で配置できましたし、まあ、よかったら検索してみてください。で、ここに、あとあれですね。掲示板が置いてあるっていうような作りになっております。はい、これで、庭具はですね、200個全部置いた状態になっております。巨大モンスターが裏側に、6体今いらっしゃる状態になりますね。竜王、ゾーマ、エスターク、ダークドラム、キングヒドラ、誰、いない?マデサゴーラか。の6体を今置いているような状態になってます。大きいモンスターがね、また増えてきたら、何かを1個なくして、そっち置いてとかってできると、こう、マイタウンのね、裏側行くのも楽しくなってくるんじゃないかなと思っております。ということでね、長々とご説明はさせていただいたんですけれども、マイタウン、庭に関してはこのようなデッキ作りになっております。お家の中のハウジング進めていきましたら、またご紹介できればなと思います。あと、こまごままた動画もね、上げられるようにしていきたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてブログの方もね、最近始めましたので、ブログの方も、お気に入りに入れていただいたり、購読していただいたりという形で進めていただけるととても助かります。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。